んにちは、ちあきです。今日ご紹介するのはエイヤミュージックさんから出ているノバゴーソニックというスマートギターです。最近新色が出たので、その新色の色を使ってレビューしていこうと思います。そもそもスマートギターって私あんまり知らなかったんですよね。スピーカー、内蔵のアンプ、内蔵のマルチエフェクターがあるギターのことを言うと思うんですけど、なんか実際にこうやって見てみると、あ、こんなにめっちゃいろんなことができていい音が出るギターなんやってびっくりしました。なんかこんな機械がこの世の中にあるんやと思って、もうこれ一本でいいじゃんみたいな気持ちでしたね。このギターは普通にジャックここから挿して、あの普通のギターとしても使えるんですけど、個人的にはそのここのジャックつないでこうライン出しするよりかは、ここのスピーカーから出る音の方が好みでした。普通にね、解像度も高いし、芯のある音も出てくれるし、使い方もねめちゃめちゃ簡単でしたね。アプリでつなぐんですけど、エイヤミュージックのアプリをダウンロードして、そこからログインしてつなぐってしたら、もう勝手に結構すぐつながっちゃって、結構使い方もなんか説明書見なくてもすぐ分かるぐらいの分かりやすさで作ってくれてます。ローゲインからハイゲインまであって、空間系のエフェクトとかもいろいろと入ってるんですけど、まあ、その限界にちょっと今回は挑戦して音作りしていこうかなと思ってます。このノバゴーソニック、木じゃなくてカーボンファイバーでできてるから、こう軽いしネックも反らないしいいよみたいな。でここ、まあ、マスターボリューム、ピックアップで、ここで音色をね4つ変えれるんですよね。カチカチってで、まあ、ここもボリュームになってますよね。でコイルタップもこうついててっていう、結構ハイスペックな感じで作られてるんですけど、なんかね、私の感覚ではね、もうもはやギターの概念を超えていて、なんかねキーボードみたいなギターって感じですかね。確かにね軽い、ファノもねめっちゃ軽いから、いやファノよりも軽いかも。軽いな、確かに軽い。アイバニーズの Q シリーズといい勝負かも。 Q の方がもしかしたら軽いかもしれないです。このギターじゃいつ使うのみたいなっていう議論になってくると思うんですけど、なんか実家の帰省とかめっちゃいいかも。帰省した時ってめっちゃ暇じゃんめっちゃ暇でさ、でも曲作りたいってなった時に、実家って何にもないから、ほんまに生音の生音のエレキギターしかなかったりするから、実家で作曲みたいな時とかにもめっちゃいいし、旅行先とかね、遠征先めっちゃいいかもしれないですね。まあ、あとはお家ですよね。お家でもうここのシールドつながらなくていいから、もう取り回しが楽ちん楽ちん。やっぱさ、練習とかってエレキギターの生音じゃなくて、ちゃんと音出して練習したい時ありません？学生時代とかコピーすっごいたくさんしてたんですけど、やっぱりなんかもう何でもいいからこうアンプにつないで音出したいみたいな思ってたんですよ。なんかわかりません？ちょっとアンプで音鳴らしたいみたいな気持ちの時ないですか？でもアンプつなぐのちょっとめんどくさいし、うわどうしようみたいな葛藤、その時にこれあったらよかったのになって、今めっちゃ学生の時の自分にこれをあげたいです。コピー極めてる人もオリジナルやってる人も、まあ、なんか家に1個あったら結構なんか楽しいかもしれないですね。あとね、このエイヤミュージックさんはこれのアコギバージョンをね出してるんですよ。それがねめっちゃオシャレで本当にすごくいいんですよ。アコギの方はもっとスピーカーがドーンっていう風についてて、なんかめっちゃおしゃな感じになってて、インテリアにもなりそうな感じのあのアコギになってるので、まあ、そっちもねちょっと私今気になっちゃってるんですけど、いいなって思ってます。コスパもすごくいいですよね。6万前後ぐらいでこの全てが手に入るって、もうだってギターとアンプとエフェクトボードとスピーカー買おうと思ったらすごい金額いっちゃいますよね。それがこれ1個6万前後でいけちゃうって、もう夢夢なのか。今回クーポンコードが配布されますので、ぜひちょっと気になるなとか、ちょっと弾いてみたいな、買いたいなって思った方いらっしゃいましたら、クーポン使ってちょっと安く購入してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。またね。
です。